帝からの連絡にあった集合場所はここですか。まさかメイド喫茶の前で待ち合わせとは。あれ、神崎、お前なんでこんなところに。上条トーマ。私は土帝に呼び出しを受けて来たのですが。そうか、俺も土帝に呼ばれてきたんだ。そうでしたか。あなたも先日服装をエロいなどと言われて以来ですね。あの日は一方的に別れてしまいました。だからでしょうね。どう喋っていいのか分かりません。それにしても土帝のやつもおかしな場所を集合場所にするよな。大事な話があるって聞いたから来たのに、なんでわざわざメイド喫茶なんだろうな。あの男のことです。何か考えがあるのでしょう。重要な話をするためのカモフラージュではないかと。少し待ってください。土帝からメールです。喫茶店の中にいるから入ってきてくれと。わかった、それじゃあ入るとするか。おかえりなさいませ。ご主人様、お嬢様、お二人はカップル様でよろしいですね。はい。はい、カップル。ちょっと待ってくれ、なんでそんな話に。上条トーマ、この広告を見てください。なんだ、広告がどうかして。本日限定カップルイベント開催中だ。カップル様っつうのはそういうことか。店員さん、俺たちはカップル2名様入ります。ささ、席は奥になります。今日は2人で楽しい思い出作ってくださいね。待ってください、誤解です。私たちはそういった関係では。押さないでください。結局カップルということで押し切られてしまいましたね。なんだってこんな日に俺たちを呼び出したんだ。土帝め、一体何を考えて。さあ、あの男の考えていることは分かりかねます。考えられるなら二人で話す場を設けたのではないかと。大方先日の失言の詫びといったところだと思います。だとしたらやることが回りくどいな。けどまあ、いい機会だ。神崎、この前はエロいとか言って悪かった。大丈夫です、謝らないでください。一応自分の中では収まりをつけましたから。ただ一つだけ気になっていることがあります。私には露出度の高い服がよく似合うということですか。あなたが選んでくれた服もそういうものでしたから。確かに今の格好は神崎らしいとは思うけど、でもそんなことはないぞ。例えばほら、お店のメイドさんが着てるメイド服とか、ああいうのも着たらすごく似合うと俺は思うぜ。そうですか。しかし可愛らしい服装は私には。いやいや、何をおっしゃいますか。神崎なら何を着ても似合う、俺が保証する。鼻息をそこまで荒くするほどですか。ではあのような服を着たことはありませんが、いつか着てみるのもいいかもしれません。そうか、いつもと違う神崎の服装って気になるし、その時は見せてくれよ。お見せするのには抵抗が。私にも羞恥心というものがあります。そうなのか、残念だ。お話し中に失礼いたします。こちらカップル専用パフェになります。なんだこの山みたいにでかいパフェは。私たちはまだ注文すらしていませんが、何かの間違いでは。そうなんですか。金髪にサングラスのお客様がお二人が頼んだと言っていましたけど。土帝か、あの野郎。完食で無料となりますが、残してしまった場合には代金をお支払いいただきます。では伝票失礼します。この金額はちょっと。神崎、ここに書いてある金額お前払えるか。
私もこの金額は難しいですね。先日服を買ってしまったので今は手持ちが。はあ、なら食べきるしかないか。あともう一点、こちらのメニューは特別ルールとしてお互いに食べさせ合いながらの完食をお願いします。のルール違反もお支払いになります。私たち店員が監視もとい見守っていますので不正なくお願いします。それでは失礼いたします。ごゆっくり堪能くださいませ。どうやらやるしかないようですね。いいのか、無理しなくていいんだぞ。いえ、こんな茶番は早く終わらせましょう。パフェを運ぶので口を開けてください。早く。はい。味は最高なのが悲しいな。では二口目いきますよ。はい、口を開けてください。これは思った以上に恥ずかしいですね。ですが私も覚悟を決めます。お互い頑張りましょう。土帝、次に会った時は容赦しません。